連合軍はロキの激しい追撃をかわし無事に退却する。だが彼らの表情は硬いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスに着く石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な行軍、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいねさて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。二方面より進攻し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股ざ、男を挙げてやるぜ。おや年上さん、まっすぐ突っ込んできましたか。ここは孤立させちまいましょう。俺がおとりになって年家さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。引こうとならばいかな難敵をもしのいよう。年家殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ清正。ここは勢いが勝負だ。年家さん、あれじゃ狙ってくれと言わんだね。俺も殿の指示に。孔明様、敵は二手に分かれて攻めてきています。こちらの混乱を誘っているのでしょうか。それにしては少々高いです。彼らの狙いが何なのか慎重に見極めねばなりません。おい三成、どういうことだ。秀夫様の命もないのになぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦うんだ。なんだこの頭でっかち、バカにしたとか。後で怒られたら全部てめえのせいだからな。清正たちにも真実を告げぬとは。三成、お前も厄介な将軍だ。あいつらがどう思うと知らん。そんなことで策を台無しにはできんのだ。さあ今です、門を閉めてください。こいつしちまったか。これじゃどうにもなんねえ。いいんですか。それじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。年家殿、だから言ったんだ。あいつなり、さっさと救援するぞ。行くな、ここで動いては敵の思うツボだ。何だった？てめえ何言ってるか分かってんのかよ。年家、いや槍の又田さんを見捨てんのか。総大将は俺だ、黙って従う。ここまでが俺の負けだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。
これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもハマるとさすがに拍子抜けですもんね。なんだよ嘘だろ。マダマさんが下るとかガチでありえねえ。トシエとか秀吉様を裏切るのですか。すまねえな。これが俺の仁義の通し方だ。秀吉も分かってくれるぞ。トシエとか下った。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成先に行け。俺は神狩りを務める。義経頼んだ。清正正則引くぞ。待て三成。これ義経やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ。置き去りにすんのか。俺たちが無事引くための神狩りだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正則来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。敵が突入してきました。チャイン殿と共に迎撃を頼みます。やはりこうなったか。見事な戦振りだ。月夜悔しそうですね。トラ戦車のことでも考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうね。加勢感謝する。今より反撃と参ろう。そこまでだ。好き勝手させるかよ。義経も救わずに名前様か。武将と侮るなかり。いいぞ。じゃらー、ガチで気合い入れてくぞ。俺がやられてる場合じゃねえってのによ。清正も正成も逃げ延びたようだ。あとはお前だ。早く行け。分かっている。すまん義経。残るは義経様。さて真意を確かめる途中。お前の治癒日々磨かれているな。あなたが真の三国武装です。日々の鍛錬の賜物ですね。救援は望めないか。三成の後は追わせん。命を張ってお前たちを止める。そういう流れだ。なるほど、本気の勝負を望むと。ではその流れとやらに乗るとしましょう。俺の負けだ。降伏するでしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉とではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいんだ。あなた方は殿に頼まれてわざと降伏した。神々に疑われず俺たちに伝言を託すために。そうでしょう。ああ、左近なら見抜いて乗ってくれると思った。三成の言う通りになったな。俺もあんな奴らの言いなりになるのはもううんざりでよ。だから三成の策に乗らせてもらった。秀吉様はアレスと約定を交わして手を組んだ。オリュンポスがこの世界を得た暁にはゼウスが神々の王として、
そして秀吉様が人の王として世を滑ると。だが俺たちは奴らがなんでこの世界を得ようと思ったのかも知らねえ。そればかりか、軍内にいる腕余ちの宗妃は腹に一物ある様子で秀吉に従いもしねえんだ。こんな状況でアレスの言葉なんか信じられっかよ。しかし神々の力は強い。無計画に逆らって秀吉殿を危険にさらすわけにはいかない。だから俺たちに助けを求めたってわけですか。話が早くて助かる。三成からの書状だ。読んだらあとは好きにするといい。時の流れには逆らえない。男をあげるぜ。殿に託されたのは宗妃さんの城の地図でした。どうやら城は豊臣領のすぐ近くにあるようです。そこを攻めればすぐに秀吉殿から救援が来る。なるほど、そういうことですか。ええ、そういうことです。ちょっと待って、さっぱりわからないんだけど。ああ、俺もだけど、分かってるやつに任せときゃ問題ねえだろ。うん、諸葛亮も納得しているようだし、今回は左近に任せるのが良さそうだな。我々は指示に従おう。ありがとうございます。殿の頼み必ず果たして差し上げますよ。申し上げます。人間が怪物を従えて神の軍勢と戦っているとのこと。怪物を従えるか、妙な連中のようだが、手貸した方がいいな。それにもう一つ気になる報告が。怪物と協力している軍の中にはやたら派手で腕の立つ大男もいるそうです。なんだと。こいつは俺が行ってみるしかねえな。おい、準備を頼む。はっ。お前さんも顔を隠しているんだね。そうだな、おかげでよく不審がられる。わかるよ、あっしもそうだからね。けどこのなりでよかったこともある。そうは思わないかい、義継殿。ああ、人が見える。まっすぐ俺を見ているかどうか。おや、声色が柔らかくなったね。お前さんにもいるんだね。見た目で判断しない、心を通わせた友が。隙を見せればすぐに暴きにかかる。軍師は厄介だ。おやおや、そう警戒しないでくれよ。あっしもお前さんとは仲良くなりたいのさ。まっすぐ俺を見たいと思ってるのは分かった。こちらこそよろしく頼む。はいよ、任しときな。突然話しかけてすまない。君は義理を何よりも大事にする人らしいな。
戦乱の世において情に流された者の末路は大抵悲劇だ。だから君も気をつけた方がいい。忠告ありがとうよ。だが人間すぐには生き方変えられねえだろう。俺みたいな凡人ならなおさらだ。だったらよ、大切なもん抱えながら苦しみもがいて生きてくしかねえ。なんだよその顔は。いや、すまない。俺と同じような悩みを持っているようだから驚いて。なあ、だから急にあんなこと言ったわけか。ま、お互い頑張って生き抜こうじゃねえか。戦乱の世ってやつをさ。リョート、お前サンセスコンを使うのか。ああ、俺にはこれが性に合っててね。それがどうかしたのかい。いやさ、すげえなって思ってよ。秀吉も器用にサンセスコンを使ってんだが、俺にはどうにもこう馴染めなくってよ。トシエ、あんたまっすぐな性分だろ。状況に合わせてあれこれ考えるより自分を貫いた方がうまくいく口だ。え？まあかもしんねえな。こういう武器はその手の人には向かないね。逆に俺にはあんたほど槍を使えたりはしない。あれこれ考えることで穂先が鈍くなるだろうさ。まあそれぞれ得意なものがあるってわけだ。なるほど、そうだな。おい、そんなお前がどうやって練習してんのか一度見せてくんねえか。お断りだね。そんなところ人に見せられるかっつうの。だろうな。ここは俺もお前と同じ口だ。んじゃその腕前戦場でとくと見せてもらうぜ。孫作、お前は三成に似ているな。三成ってあれだろ、腕は持ちのあいつだろ。真面目そうで融通きかなそうな。ああ、俺の友だ。あいつは仕方のないやつでな。仕方のないやつが俺に似てんのか。そいつは面白い。ん？待てよ、そういや周囲が言ってたな、君は全くどうしようもないなって。これってつまり仕方のないやつだってことか。あと仕方のないやつだが、それでも支えたくなる、そんなところかな。三成にはお前がいて俺には周囲がいるってことか。なるほどな、確かに似てる気がしてきたぜ。なんだかお前とはうまくやれそうだ。これからよろしくな。信長は天下無双、抗うなど無価値。見えよ、これぞ無双、左脳が力なり。石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家は
とある地図を差し出す。そこにはアレスと組む総妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。全ての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で総妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは総妃さんの城のようですな。予定通り攻め込むとしましょう。先陣は私に任せて。暴れ倒してやるわ。なぜ奴らが攻めてきた。情報が漏れているのか。高徳、利権、城の守備を任せる。承知した。はっ。にしても最近三成殿の様子がおかしい。義嗣殿も敵に捕まり行方知れず。嫌な予感がする。そなた、いかにしてこの城を守った。はて、何の話ですかね。敵も去る者。どうも嫌な予感がするぜ。宝徳殿、あんたは一体引いてくれないか。承知した。貴公の勘がそういうか信じる。決めつけた。俺も一度引くしかないか。さて、そろそろかな。遅れてすまんの。無事だったか、総妃。城内まで侵入されているようです。情けない姿ですね。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。秀吉、そのまま敵を囲み本陣を落とせ。言われんでもそのつもりじゃ。みんな頼んだね。お出ましですな。思った通りだ。全軍交代、本陣を守るんだ。見事な戦ぶりだ。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るぞ。引き受けた。孫家が力を合わせて守りきろう。左近、本陣は孫吾の兵が守っている。全軍で援護する必要はないぞ。いや、殿のことです。清正さんや正則さんには何も明かしてないはずだ。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくるでしょう。敵のてっぺん張ってんのはてめえか。ぶっ飛ばして。なかなか威勢がいいな。この孫文代が相手をしてやろう。敵も踏ん張るもんじゃろう。どれ、造園でダメ押ししたるわ。それでいい。奴らがいつまで耐えられるか見物だな。どうじゃ。造園を出そう。これで左近たちに勝ち目はない。俺に歯向かった罪を思い知るわ。敵の勢いも侮れませんね。その方がやりがいもある。
虎の力、見せつけてやれ。ああ、そうだな、武士。正則、一旦引け。偉そうに指図すんじゃねえ。引くのは、あくまで俺の意志だからな。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。左近たちはこの城のことを知ってたみたい。三成もここに敵が来ることを分かってたようだし。もうみんなで隠し事して。だったら私もここを動かないよ。あそこに敵がいるわ。さあ行くわよ。私が負けただと。三成と一緒に何か企んでるでしょう。あー、もう他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。どうじゃ、どうじゃ。決勝の運勢の橋だが、見事な戦ぶりだ。私が負けただと。左近、お前は三成の軍師、共に秀吉様を支える仲間だろ。だとしたら俺の行動は間違っちゃいませんか。何だと。清正、一旦下がる。分かった。いいぜ、その調子だ。天下無双の戦ぶり、こりゃいい意味で誤算だったな。時間はだいぶ稼げたな。どうだ左近。ええ、そろそろ頃合いでしょうな。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう。その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃ。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。あと手はず通り。よっしゃ、分かったで三成。みんな左近たちと協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらない。宗妃殿は必ずお守りする。宗妃殿、遅れて申し訳ございません。長春愛
ただいま到着いたしました。状況は見ての通り、秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。あとはお任せさ。嫌な予感がしてたんだよな。なんで防げなかったんだ俺。どうじゃ。アリス、わがままな子はお仕置きだよ。さ、みんな行くよ。ネネ様、全部知ってたんすか。いや、左近や水成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が昇っていたな。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだが、お前たちの兵はもういない。何？水成、アレスの副兵は片付けたぞ。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。思いっきり暴れてやんぞ。よくやってくれた義経、そしてありがとうございます敏家殿。敵将軍の血取るに足らず。ここは卑怯。私にはまだなすべきことがある。どうぞ。対するしかないだと。この俺が人間ごときに。左近、義継、敏家殿、そして皆、協力感謝する。いやー、アレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか。いずれにしろろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。正則、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだな。本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろだってアレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがヌルじゃ。おねね様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。皆が笑えるよう作るんさ。俺の志、バカには分からん。私頑張っちゃうよ。待ってやるぜ。男福島決めるぜ。うまくいっているようじゃ。
ついにゼウスが降臨するか。なぜこの世界を作り出したのか問う好機だな。わしもアレスに尋ねてみたんじゃが、余計なことを聞くなと突っぱねられたわ。もしかしたら奴は父の真意を知らんのかもな。ゼウスとゆっくり話すなら他の神様はいない方が良さそうじゃね。なんか邪魔されそうじゃし。ならば降臨地点を抑えようぞ。神との闘争楽しまん。なら今回はこの秀吉にお任せあれ。散々迷惑かけたで、ここらで役に立つとこ見せとかんと。じゃがわしの配下だけじゃちょっと心もたない。使える書を少し貸してもらえると助かるんじゃが。ああもちろんだ、秀吉殿よろしく頼む。皆さん、我らの領地に敵が攻めてきたようです。この各文献、まずは捨て駒となり突撃してきます。待て、学神殿、先陣はこの馬毛騎が務めよう。待て待て、一番槍はこの男福島以外ありえねえ。皆さん、どうぞ好きなだけ揉めていてください。その間に一番槍はこの井伊の若鬼がいただきます。こら直政、待ちやがれ。てめえ抜け駆けは許さねえぞ。大丈夫か。心配だ、我らも急ぎ向かわん。戦場を混沌で染め上げてやろう。正則よ、聞いたぞ、お前行ける口だそうだな。あ、行けるって何の話だ。決まっているだろう、酒の話よ。おお、悪い悪い、そんなの構えることはねえ。そうとも、男福島、棍棒と酒はガチ中のガチだぜ。そうか、お前のような男と会える日を待っていたぞ。どうも私の進化には酒が苦手なものが多くてな、みな誘っても乗ってこんのだ。心なしか尻込みしている節さえある。お前もか。わかるわかるぜ尊敬。俺んとこの奴らも酒の付き合いが悪くてよ。うん、ここで我らが出会えたのは何かの導きであろう。早速だが一杯付き合ってもらうぞ。話が早すぎるぜ尊敬よ。あれ、酒ってのは勢いで飲まねえとな。男福島、一升でも一斗でも付き合うぜ。ねえ、月位ってあの諸葛亮の奥さんなんでしょ。はい、ねね殿、私にとって孔明様は夫であり良き理解者でもあります。理解者っていうのはどういうこと。私は発明が好きで、それが講じて戦に役立つ兵器などを作り出しています。孔明様はそれを喜んでくださるのです。軍師の策を隣で支えうる妻はそういない。孔明様の妻はこの月へしかいないと。へえ、素敵だね。うちの人も私が戦場で役に立つと喜んでくれるんだよ。ねね、助かったぞって。で、そういう風に言ってもらえると次も頑張れちゃうんだよ。ええ、わかる気がいたします。お互い良き伴侶を得ることができましたね。大切な方のため共に力を尽くしましょう。うん、
よろしくお願いね、月衛。脅威、お前は諸君を支えるべく戦っているらしいな。ああ、その通りだ。私のこの神明は食感のために捧げたもの。そのためならばいつ果てようと悔いはない。同類ということか。どういう意味だ。俺も秀吉様が作る天下のためなら命を懸けられる。青臭いだのバカだの言う輩もいるが、俺にとっては秀吉様の世が全てなのだ。そうだったのか。我らの進む道は困難も多いだろう。お互い信念を持って歩みたいものだな。ああ、それはそれとしてだ。この世界を抜け出ねば我らの本懐も遂げられない。確かに、力を合わせ戦局を切り開こう。そこのあんた、髪型結構いい感じじゃない。お、あ、そうそうか。この髪の良さを分かってくれるなんて、お前いいやつ確定。マジで。でもさ、他の人たちはそんな髪型してないよね。ここだけの話だけどよ、実は流行ってんのこの髪型。その流行の最先端を突っ走ってんのがこの俺様よ。へえ、そうなんだ。最先端って超かっこいいかも。だろ、分かってくれて嬉しいぜ。そのことはバカにしてくるやつに聞かせてやりて。ん、何か言った。いや別に、お前となら仲良くできそうだなって言っただけだ。これからよろしく頼むぜ。観光、お前は軍神の子にふさわしい武芸と類いまれなる才を持っているらしいな。そんなお前と仲間になれて光栄に思う。これからよろしく頼む。ああ、こちらこそ。どうした、ぼーっとしてるみたいだな。熱でもあるのか。いや、少しふらついただけだ。朝から何も食べていなかったせいだろうか。何、そういうことは早く言え。俺の欲しいを分けてやるからな。ありがとう。清正は面倒見がいいんだな。昔から手のかかる奴らが近くにいたからな。これからはさらに一人加わりそうだな。まあ、せめて倒れる前に頼ってくれ。ああ、わかった。ああ、てめえ何がんくれてんだ、おら。なんだおめえ、いきなり喧嘩吹っかけるとは。他の世界には信じられねえバカがいるもんだな。ああ、バカはてめえだろ。なんかシャンシャン鈴鳴らしやがって。おめえ、やろうってのか。ああ、上等だおら。いいぜ、おめえみてえなバカは大好きだ。ネチネチ嫌み言うやつよりよっぽどわかりやすい。偉そうに。けどこの男福島のメンチに一歩も引かねえのはあれ。関内だっけか、てめえガチだな。おうよ、気に入ったぜ男福島。これから先の喧嘩、俺とおめえで派手に暴れようや。
当該殿、俺にその土木の技術教えてください。お願いします。加藤清正殿だったな。大層な熱意を感じるが、何故そう望まれるのか。秀吉様の皆が笑って暮らせるよう作る、その助けとなりたいからです。うん、自分には笑顔と土木が容易に結びつかぬのだ。皆が笑って暮らせる世の前提は天下の統一、太平の世の到来です。それまでの戦いは長期にわたることでしょう。補給が戦の鍵となりますが、大量の兵糧の輸送は不益となって民の負担となり、現地買い付けは食料の高騰を招きます。そこで土木で治水開発をし、敵地に面した地に穀倉地帯を作りたいか。自分も同じことを考え実行したことがある。それだけではありません。太平の世が来れば人が増え、まず食料が必要となります。俺は両国を土木の力で豊かにしたい。それが民の笑顔につながるか。なるほど、よくわかった。自分の経験でよければお伝えしよう。ありがとうございます。お前のその豪奢な身なり、秀吉と言ったな。さては私に継ぐほどの名族か。それはねえわ炎章。わしはここまで成り上がってきたんじゃ。このなりはただわしが派手好きなだけ。ふん、ただの成り上がり者であったか。だが趣味はなかなかである。私の目を止めさせたこと褒めてやらんでもない。あ、そういやお前さんも何やらきらびやかじゃの。そうであろう。よいぞ、もっと間近で見て羨むがいい。これこそが代々の名族たる者の華やかさである。じゃがなぜか薄っぺらく見えるの。な、何を言うか、不遜であるぞ。いや、身につけとるもんはどれも名品じゃ。それはわしにもわかるんじゃが、それがそう見えんちゅうことは、つまりまあ、そうじゃな。お前さんが本当にキラキラするにはもっと中身を光らせるべきかもしれんの。よかろう。ならばお前に名族の真の実力を示してやろう。これからの私の活躍よく見ておくがいい。おお、吠えたの。そんじゃわしとお前さん、キラキラしたもん同士で先行争いじゃ。連合軍はアレスと総比を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論む。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいが。
正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。皆心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつうの。これは俺たちの未来を左右する大事な戦だ。神との喧嘩気合い入れてかねえとな。さあ俺もガチだぜ。頼もしいの。それじゃ行くで。ゼウスの顔絶対に拝んでやるんじゃ。あいつら来とったか。やっぱり読みは当たりっちゅうこっちゃ。カズカルしてアレスたちの先遣隊でしょう。今のうちにレイの血を押さえない。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。敵の頭に直にやって決着つける。敵のこういうとこマジしびれる。感心するのはいいが役目をおろそかにするな。俺たちは味方が霊の血を抑え次第守備に向かう。降臨地点を抑えるが暴れるだけじゃダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ、あんね。お前、もしかして俺より強くね。大切な場所は誰にも奪わせない。死者の命は誰も何も奪われたくなかったの。よっしゃ、ゼウスが降りてくる場所は抑えたな。なぜ奴らがいる。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだ。神が人間に翻弄されるとはな。連中も来たか。かあ、なんちゅう数じゃ。奴らにとってゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。総妃、これは貴様の失態だ。人間の過ちは人間の手で正せ。ならば彼の血を奪い返せばいい。どうじゃ。新手か。上等だ。体張って守り抜いてやる。どうじゃ。例の場所を取り戻せなんて言われても正直気が乗らないんだよな。それでも任は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。へえ、皆さんでお出ましとは。一筋縄じゃいかないみたいだね。へえ、上等じゃねえか。こっからが本番だぜ。リン・マンセイ、またの名を勘が冴える男ってか。どうじゃ。今日ダメだぞ俺。調子いい時にまた頼むわ。今は何とか守れています。ですが敵の増援が続けば押し切られましょう。このままだったらいずれ全滅っちゅうことが。水谷、なんとか短期決戦に持ち込めんか。奴らはゼウス降臨前に型をつけたがっているはず。我らが暴走に転じれば乗ってきましょう。やった、戦もはかどるわ。それがしは総妃殿のお考えに従うのだろう。敵があるのか揺ぎます。引くしかない時には
父上を敵に出迎えさせる気か。そろそろ敵のしびれを切らす頃じゃな。ええ、今なら食いつきましょう。私が餌と思います。三成、こういうにじれて出てきた。望み通り撃ってやろう。じれたのはどちらだろう。我らも続くぞ。どうじゃ。よっしゃ、魚が食いついたね。三成を援護しつつ敵の主力をたまげ。しゃあ、ガチの喧嘩だな。ここ福島、殴り込むぜ。どうじゃ。三成の目論みが当たったか。なら次は俺たちが決める番だ。三成殿の策は実に見事。決戦に持ち込み勝利を引き寄せると。そうですね。なんか空気がピリピリしてきたような。あの光、何でしょうか。ようやくわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ラキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。ここで何をしようとしているんですか。さて、知りたいなら力ずくで吐かせてみるか。父上、人間どもめ、俺に恥をかかせやがって。おお、あれがジュースか。キラキラしてるな。人間よ、全力で来てくれて構わんぜ。だっけ、なんていうやつかんだ。これは私たちの手に負えるんでしょうか。うわ、こっちに来よれ。超支流一心を担として守り抜かん。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。あれが神のてっぺんかよ。ガチでやべえ感じじゃねえか。今までのヤツらとは物が違うぞ。私ら人間に何をするつもりなんじゃ。そうだ、拳で語りに来たというのはどう。人間とは分かり合うために争うのだろう。マサノリみたいなことは。とにかく話をするつもりがないのは分かったで。英傑たちよ、楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが、凄まじい威厳じゃ。ああ、なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力、あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。ふん、ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。
あっちの戦力もそげたしの。ああ、始まる前から嫌な予感はしてたんだ。まさか負けて捕虜になるとは。敗者は勝者に従うのみ。煮るなり焼くなり好きにせよ。だったら一緒に来てもらおうか。秀吉様のおっしゃる通り、俺たちには戦力が必要だからな。まあこうなった以上仕方ないよな。分かった、これからよろしく頼むぜ。不分則、不法を厳に戒めん。予感的中お手の物、林万世とは俺のこと。なるほど、我らの元に残された腕輪はただ一つか。戦界の助力を受けた人間たち、そしてロキ、わしに逆らう者はまだまだ多いというわけだな。申し訳ございません、私たちの力が足りぬばかりに。そう気に病むな我が娘よ、この方が面白くて良いではないか。なあ、だがアレスよ、人を騙すのならばもう少し知恵を絞らねばな。彼らはなかなかに頭が回るぞ。はい、父上。大変です、ロキが前線の城へ向かって進軍中とのこと。アレス軍も別の方向から攻め寄せています。双方を同時に相手にせねばならぬとは。戦場は地獄と化そう。前線が崩壊すれば今後の戦いが不利となりましょう。急ぎ防衛に向かわねば。何か用か、氏康。今早馬から報告があってよ、妖魔に襲われてる村があるらしいんだが、村の連中が奇妙な術を使って妖魔の猛攻を食い止めてるらしい。ちょっと調べに行ってくれねえか。よかろう。お化けさんよ、くれぐれも妙な気起こすんじゃねえぞ。